こちらは1年半水替えをしていない水槽です。バクチャーを使って微生物を活性化させているので、金魚の排泄物や餌の残りカス、こういった水質、お水を汚してしまう原因を活性化された微生物たちが全て分解してくれています。なのでここまでの水質を保つことができます。バクチャーで活性されたお水はここまで透明度が高く、微生物がたくさん働いています。バクチャーでできたお水はとてもミネラル分が高くなるので、水耕栽培も上でこういう風にできます。1年間に1回バクチャーを変えるだけで、他は蒸発したお水を継ぎ足しするだけです。冬の寒い時期の水替え、それも必要ありません。お水の重い持ち運びもいりません。維持がとっても簡単で飼育を楽しめます。こちらで泳いでいるのは金魚6匹です。